にちは、ワンです。あまりにもどこに行っていいか分かんなくなったので、ちょっとオルゴールの部屋にまで戻ってきました。カネジ抜いてからさ、一回ちょっとなったよね。で、見たらこんなところにちょっとノートがあったんで撮ります。はい、ヒビノさんの日記14。なんて偶然、レイコちゃんがお約束していたのは事故で食べこぶ運び込み。おばあさん神々です。ちょっと、はい、思わず退院したって嘘をついてしまった。だって本当のことなんて言えるはずがない。あれですよね、日比野さんは、あのリンちゃんと黒猫ちゃんが会うってことをチャットで知ってたんですよね、だけど、嘘ついたんですよね。こう初めは知らなかったね。だから初めからその嘘をつこうとは思ってなかったね。どこ行けばいい？同じことをしたじゃん、さっきからずっとさ。だからやっぱし元の位置に戻るっていうのは大切かもよ。だから今でも日比野さんに、あの食堂とか談話室とか最初の方に行ってたじゃん。あーな、そっか、嘘ついてしまったってことはチャット室か。うん、なんかそんな、なんつうの、どう、私ずっと思ってたんよ。なんかおばあさ、どうしてこんな同じことを何回もするんだろうと思って。だからきっとストーリーを思い出してほしいね。じゃあそうか、あの二人がチャットしてたっていうことでパソコン室を覗くっていうのも手かもしれないですね。あれ、パソコン室って3階だったっけ、2階だったっけ。3階に全部固まってなかったっけ。今3階に来てるからちょっと行ってみよう。確かこの辺だった。完全にあのここだ、ここだ。ホラーというよりかはもうなんかもうそのね、そうそう、あのちゃんとしたストーリーを追いましょうっていう形になりましたね。もう、お話をね、ここのパソコンでしたよね、確か。そう、パソコンでチャットしてたよっていうところまで、とりあえずあれ、でもなんもないよ。なんもない。あ、来た、やっぱりそうだわ。誰今、おじいさん誰、おじいさん、おじいさん、おじいさんじゃない、あの、道人さん。あ、はい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 、そうそう、道人さんってことは、食堂や、食堂や。おじいさんがいるところは食堂か病室か。うん、なんか完全に、ほら、わお、わお、いっぱいいたし、おじいさんだけちゃうし。なんか今15人くらいいたような気がする。ね、いっぱいいてるよ。え、今の何？ね、何もないの。え、何？ね、見ただけ。え、何もないことないと思うよ。だって何もないもん。ほら、何もない。何かあるからこっちに誘導してきたんじゃないの？多分。え？なんか誰かさらわれました？その皿効果ですよ。なんかちょっとマイセンかなんかの皿。え？あ、え？ちょっと。何？え？なんかめっちゃ怖いねんけど。なんもないって、ここの皿が落ちただけでしょ。ほんま？出ていいよ、きっと。そっか。なんでここに連れてきはってんやろ。単におじさんいるよってだけじゃないわしもいるんじゃんってことじゃない。思い出してね。結局だからやっぱり2階でいいんじゃないの。2階のあの日比野さんの日記が14っていうのがあったから、はいはい、日比野さんの日記また探せじゃないの。そうなのかな、前10かなんか。やっぱり探索ゲームになってるね。だからちょっと見た。今日の私は多分冴えてる。でも占い11位だったような気がするけど。マジで？あ、お兄さんは何座？お兄さんはもう見てわかる通り乙女座です。見てわかるように、聞いてわかるようにね、乙女座っていう声しかしてない。聞いてわかるようにじゃあでもここって開けたよね、確か。聞こえるだったよね、ここが。聞こえる、そう、こっちが聞こえる。聞こえる、他のとこ聞こえる。え、開けてなかったんじゃなかったっけ。あ、これね、どうもなんかない。日比野さんの日記ない。あ、ん、私見落としてない。ないよ、なんもないよ。電話番号、ほらほら、また見えないじゃん。日高日比子、あの最初は見えてんのよ。
はいはいはい、だから後半が見にくいなって言ってたから、ちょっとここだけメモって21884、21884、日高さん、うん、この名前、あ、もしかして、うわぁ、やばい、やばい、やばい、日高さん、この人が日高さん、ちょっと日高さん、ちょっと日高さん、ちょっと歯が出てた、日高というイメージではないな。終わり？何？もういいよね。はあ、はあ、あ、でもさ、メモってくれたかな？あ、メモってないね。だから、あの、自分のメモと調べなきゃダメかな。ファイル？ファイル。はあ、はあ。どこだっけ？やっぱりでもナースステーション正解だったね。うん、これか、え、違う。連絡書？連絡書。これは院長先生あったと。997-52 までは分かってるんだね。はい。で、これで電話かければ OK じゃないの？電話もう行っちゃう？え、でも、え、なんかブーって言った。あなたの携帯の外部ですよ。あ、びっくりした。めっちゃ怖い。だから音。音切って、音は切ってんねや。じゃあこれで電話かけてみる。うん、あーびっくりした。何？今の鍵かけたんじゃない？何？閉じこもったんじゃない？今ほら、あっちだ。いいよね、出てこない方がいいよね。うんうんうん。でもいうか親切やね、開けといてくれたんや。今電話かけたら、うん、今のひなこさんのとこに行くんじゃないの？だってひなこさんのとこの連絡先でしょ。ちょっと待って、はい、どっかに黒猫ちゃんいてない？セーブしようよ、ここまで話が進んだのに。あ、そう。だってこのさっきさ、ここって何階だった？転送して転移して2階即死んだでしょ。ここ2階だったね。2階は手術室に猫ちゃんがいます。覚えてますね、おりんちゃん。おりんさんはね、もう記憶力のない人間ですからね。物忘れ選手権のここ優勝できますよ。だってワゴンの上にほら、いたいたいた。あ、ついでになんかあった。あ、ほんとや。よ、しゃがんだら取れねえ。取れた。12、13がないよ。ペコちゃんが飛んだ。あ、違った、え、飛び降りた。そんな書き方しなくても届かなかった。思い出したくないよ。でもこれさ、日比野さんがさ、うん、あの黒猫ちゃん退院したとかって、あ、そうか、でもそれはもう死んだとか。なんでこんな書き方、おかしくなってしまいそうってことは出てきそうじゃない？日比野さん出てこない、うん、大丈夫ね、大丈夫ね。まめにセーブをしましょう、はい、でセーブしたら行くよ。うん、あのなんかすごい進むけど、まだまだいけるよ。うわ、もう元気があるよ。ひなこさんのに電話かけてみよう。うん、ひなちゃんとこに997-521。あ、違う、5221。5221だって。52まで分かってて、で下が21やと思うよ多分。521884。あ、真ん中はダブってるのね。そう、多分だってここの電話番号が、そっか、そんなに9桁やもんな、うん、これでもどこ行くんだろう。今のナースステーションの中入ってあの人と対決とかってないよね。うん、大丈夫、ここまででセーブしたから。そうだよね、うん、もう死んでも大丈夫だよね、とりあえず、ね、もう同じ失敗は繰り返します。うわ、やばい、何これ、こんなんなったことないし。うわ、締められた。電話かけたら終わっちゃうんだって。これはもしかして電話してはいけないタイプだと。こんな今何が起こったのか分からない状況ですが、じゃあどうしたらいいの？ちょっと絵しか出ない。絵しか出ない。マジで？
よかったね、セーブしといて、本当に死んだね。ははどうしよう。え、じゃあ電話か。でも貞子2号やんな。ってことは携帯から手が出たよ。あれじゃない、あのだから地下室に行く方法を探せんじゃない、病院から出るんじゃなくて。やっぱし地下室に行く。もうここまででもしたから地下室のシャッター開いてるなんてことはない。行ってみる。っていうか私ずっと思っててんけどさ、病院って閉まるときには全て自動ドアよね。うん、どこ行ってこでもね、病院じゃなくてもね。うん、え、お家も、うん、家も全部、家も全部閉まる。閉まるの、閉まるの。ゲームといえば 全自動ドアですよ。閉まるときは、開けるときは自分で開けるのに。ちょっと待って、さっきの院長先生のところに行った方がいい？もう一回。あ、やばい、電話して即死ぬの、めっちゃ怖いんだけど。やばい、もうなんかやばい、ちょっとあのガラケー見れない。院長室行こう、院長室。やばい、じゃあ本当はもしかしたらこっちが先。どっちが院長室、院長室が。じゃあ、看護婦さんの室内行くのが先だったんじゃない？緊張するのがあるじゃん。私たち逆から行った。前もそれあったやん、一回逆から行ってしまって話が、あ、そう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 、進まなくなったっていうね。あの、前後してるのよね。私じゃない、多分あの人に2階は鍵閉めたけど、緊張室は開いてる。だって院長先生は出てきてないし。ちょっと院長先生も出てくんの。前出てきたやん、一回机から飛び出してきた。 あった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 。なんかこう、なんかない、なんかヒントない、院長先生ヒント。ここは院長先生が寝てるの、鼻の中に。嫌だ、そんなの怖い。こっちも開けてないよ。じゃ院長先生ってどんなイメージ。前もそれ言った前もそれ言った。もう院長先生、世の中の院長先生みんな嫌いになった。よし、ここは。そもそも病院っていうもの自体が怖いからな。嫌いだな。なんか調べ残していることがきっとあるんだよ。手がなんか、え、写真、手がある、手。開いたけど何も取る、怖い。開いたけど何も撮れないよ。うん、なんかさ、私的にこの写真撮れんのかと思ったけど、なんか写真って怖くね。何もない、ここ開けただけ。そっか、全部開けてみる。開きそうなところ、とりあえず開ける。なんかここないね。あ、なんか書いてたね。ほい、まあいいか。ないね。じゃあ隣の戸棚、もっと右の戸棚、そこ、うん、助からない。助からなかったね、黒猫ちゃんはね。まあね、でも黒猫ちゃんは自分から届いたんじゃん。だって白井さんは携帯から手が出てくるんだよ。白井さんの携帯から手が出てきたのは別に黒猫ちゃんが手出したわけじゃないの。あの、日高さんっていう人だからね。過労死かな、夜中に倒れたって。過労死じゃあかわいそうだな。どこ行けばいいかわかんないな。さて、探検ゲームです。そろそろ誰か出てきて教えてくんないかな。引き出しって全部見たっけ。見てないよ。っていうか開けれたっけ。真ん中のほら引き出しを開けたじゃん、さっき。うん。ないね。ここ開けたでしょ。うん、左の下からほら、開かないの。ほら、ほんまや、なんもないよ。どうしたらいいと思う。何を調べよう。他にある。ちょっと待って。もしかしてもしかしたら開けたわですよ。違うかな。なんか合わせるとかじゃないよね。まだ？ダメか。今の
さ、看護婦さんの看護婦さんの連絡書、連絡先、うん、一覧表っていうのは他の人の番号もいっぱい書いてたから、連絡もあったね、俺のね、この連絡もね。でもほらみんな、これで組み合わせとかできないのかね。どうしよう、行くところがない。今日は一旦終わりますか。じゃあセーブしに行こうか。うん、ちょっと一旦動画止めてちょっと探しますかね、どこ行くか。はい、はい、お願いします。開けて出てきたら怖いね、襲われたら。ということでちょっとまた探し探索します。はい、はい、お疲れ様でした。さよなら。